千葉県立船橋広明高等学校は千葉県船橋市朝日町に所在する公立の高等学校。通称は船橋広明、広明。千葉県立高等学校再編計画によって2011年度に県立船橋西高等学校と県立船橋朝日高等学校が統合し、進学達成型の単位制の高等学校として開校した。校舎は 旧船橋西高校の校舎を使用する。また、新たな校歌、校舎が開校前に完成している。本校と同時に、県立市川すばる高等学校、県立松戸工業高等学校、県立阿美子東高等学校も新設されている。広明は、明けの明星である金星を意味する。かつて、金星が人々を、道しるべとして、目的の場所へと導いていたように、 地域をリードし、自ら学び、探求し、物事を明らかにできる生徒を育む学校になって、欲しいとの願いを込め、広明となった。それに、学校の所在地を示す、船橋を合わせ、統合公明を、船橋広明とした。高校関係者からは、広明と略して呼ばれる場合が多い。事故の可能性を追求し、物事を明らかにする、学びの姿勢を持つ人間を育成する。 文武両道で、バランスの取れた創造的な人材を育成する。自分の言動に責任を持ち、思いやりのある上層豊かな人間を育成する。基礎基本の定着を図り、生徒の夢の実現につながる、確かな学力を育む、学校生徒の多様な興味、関心や、進路希望等に応じた、きめ細かな指導と個性を活かす教育を推進する、進学目標達成型多2性。 高校文部領土を目指し、部活動や学校行事に積極的に取り組み、自主、自立の精神と社会性を持った豊かな人間性を育む、学校地域の連携、交流を推進し、地域に開かれ、信頼され、愛される、学校作詞、安田剛、作曲、八木沢教師男子は、濃紺のストライプの爪襟とズボン、女子は、 濃紺のストライプのブレザーとスカートまたはスラックス。ネクタイ、リボンなどはない。カーディガンは指定のもので全員購入。色は紺ンカグレー。オプションで白または紺のベストがある。すべてトンボ製。男子は右襟に交渉。左襟にクラス章を、女子は無。なお、爪襟にはホックがない仕様となっている。広秋セミナーとは、 主に放課後や夏季休業期間に行われる歩行である。大学入試、小論文対策から定期交差対策まで幅広く行われており、基本的に参加は自由であるが、定期交差の結果に応じて生徒を強制参加させる講座もある。AC の各レベルに応じて受けることが可能である。通年を通して行われるもの、定期交差や、 入試直前期に行われるものなど様々である。旧船橋西高校、旧船橋朝日高校。ありがとうございます。